ルーカス・フロスト・ジオリトは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、サンタモニカ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。VR を試す、ジオリト2012年3月、高校3年時に右肘を故障したが、6月には、MLB ドラフト1巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名を受け、プロ入り。契約直後、 トミー・ジョン手術を受けた。2012年は大半を手術のリハビリに当て、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで1試合の当番のみに終わる。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズと A 級ポトマック・ナショナルズの2球団合計で11試合に先発して防御率1.96の成績を記録した。二千十四年は A 級、 ヘイガーズタウンサンズでプレー、十勝二敗、防御率二点二零、百十奪三振という、好成績を残し、オールスターフューチャーズゲームにも、アメリカが衆国選抜として選出された。二千十五年は、A 級ポトマックと AA 級ハリスバーグセネターズで、プレーした。二千十六年、シーズン始めは、AA 級ハリスバーグでスタートし、スティーブン・ストラスバーグの故障に伴い、 メジャーに初昇格。6月28日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たし、4回を1安打に至球無失点と高騰した。しかし以後の登板では毎回2失点以上を喫し、6試合中4試合に先発登板して防御率6.75、1敗、ホイップ1.78、フィップ8.21という成績に終わった。マイナーでは A 級、 ヘイガーズタウン、A 級ハリスバーグ、トリプル A 級シラキュースチーフスの3球団合、OK、計で22試合に、先発登板して、防御率2.97、6勝5敗、ホイップ1.28、115.1イニングで116、三振を奪う行投を見せた。2016年12月8日に、アダム・イートンとのトレードで、レーナルド・ロペス、デイン・ガニングと共に、 シカゴホワイトソックスに移籍した。2017年は開幕から参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレーし、5月25日のシラキュース戦で球団史上4人目となるノーヒットノーランを達成した。8月後半に昇格し、同27日のデトロイトタイガース戦で7回、無失点に抑えて初勝利を挙げた。この年は7先発中5回で、 クオリティスタートを記録する投球を見せ、防御率2.38だった。2018年はシーズン通じて、ローテーションを守り、32先発で10勝13敗、防御率6.13だった。173.1回を投げたが、ホイップと自責点、吉シはリーグワーストで、死球や冒頭数も上位と請求に苦しんだ。2019年は4月こそ、 防御率5.38だったが、5月は5勝0敗、防御率1.74、初完封も記録して、ピッチャーオブザマンスに初めて選ばれた。前半戦を11勝3敗、防御率3.15で折り返し、オールスターゲームに初選出された。8月にも完封を記録していたが、9月16日に、利き腕の軽度の張りのためにシーズンを終了した。 最終成績は29先発を14勝9敗、防御率3一、4 1 228奪三振だった。2020年は自身初めて開幕投手を務めた。8月25日のピッツバーグパイレーツ戦でノーヒットノーランを達成した。1死球のみの循環全試合であった。2021年4月1日のエンゼルスとの 開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。投球フォームはオーバースロー。平均球速94マイルパーワー前後のストレートを中心に平均球速80マイルパーワー程度のスライダー。平均75マイルパーワー程度のカーブに加え、決め球として80マイルパーワー85マイルパーワーのチェンジアップを投げる。緩急を使った投球で打者を打ち取る。 投球の際、テイクバックが小さく、打者から見えづらい。母親は、女優の臨イ・フロスト。祖父に、俳優のオーレン・フロスト。叔父に、脚本家、映画監督のマークフロストがいる。ありがとうございます。